はい、皆さんこんにちは、鳥居です。今日は久しぶりにですね、このウブドの、美術館の横から入る田んぼ道をちょっと歩いてみようと思います。一応ですね、このウブド大通りから入って田んぼ道をずっと歩いて行きまして、最終的にカジェン通りですね、こちらの方に出ますので、またそのカジェン通りを引き返してウブドの大通りまで戻ってこようと思います。でね、この道なんですけど、このように最初は非常に悪い道です。結構ね、危ないところもありますので、こちら歩く際は十分気をつけてください。はい、ということで、田んぼ道の方に出てきました。あ、田んぼの方、だいぶ稲刈りが進んじゃってましたね。今日がですね、6月の27日、今は午前10時半という時間です。だいぶ6月ももう終わりということでね、気温もだいぶ涼しくなってきて、天気も良くなってきたので、まあ散歩日和っていうかね、トレッキング日和になってきました。はあ、田んぼは全部稲刈りが終了してしまったといった感じです。ああ、今、向こうではみんなで稲刈りしてますね。機械ではなく、もう人手による稲刈りになります。向こうでも稲刈りしてます。6月でもう寒気で涼しいとはいえ、さすが日中歩くとそれなりに汗ばみますのでね、トレッキング、散歩される方は日焼け止めとか、あとはタオルとか、はい、持って歩いた方がいいと思います。よいしょ、ここは見晴らしがいいな。ここまでの道かなりね、悪い道っていうか田んぼ道だったんですけど、ここからは一応石畳が引いてあって歩きやすくなります。でね、ここに住んでる方々はバイクを使うんですけど、今来た道はバイク走れませんので、果樹園通りの方から、回ってバイクで入ってくると思います。ここもなんかまた作ってますね。なんかカフェかレストランっぽい、バルーンっぽい感じで。はい、ここがワルンオレンジというワルンで、ちょうど散歩道の真ん中ぐらいにあってね、周りも田んぼで景色がいいので、結構ここまで来られるお客さん多いですね。まあここまで歩いてきて、ここでちょっと休憩してまた残りを歩くみたいな、そんな感じでね、散歩される方多いと思います。あ、ここにもなんか新しいワルンできてますね。あ、今作ってる最中でまだ一部しか空いてないみたいです。ここもできたら結構ね、ナイスビューなワルンカフェになるんじゃないですかね。こう下のこの道なんですけど、寄付された方がですね、こうやって、石板をずっとね貼っております結構ね、ここのでワルンやられてる方とか、あるいはねツーリストの方なんかもね、寄付してこうやって自分たちで記念の石板を、あらワンちゃんワンちゃん。このおじさんは稲刈りじゃなくて草刈りやってます。草刈り文明の力使ってますね。はい、ということでね、道はここで大きく右に曲がります。この先ね、こういうあぜ道って言いますかね、田んぼに行くための道があるんですけど、この先は本当田んぼしかありませんのでね、あんまりツイストの方はこっちは行かない方がいいと思います。本当田んぼやられてる方のね、迷惑になるといけませんので、はい、ここを右に曲がって果樹園通りの方にこの先、行く形になります。ここもね、もう稲刈りが終わっちゃってる状態なんで、こっちもね、シーズンがちょうど合えば青々とした田んぼが見れるんですけど、すでに稲刈り終わった状態で、どうでしょう、あとこのまま1ヶ月2ヶ月ぐらい田んぼ休ませて、そうですね、8月か9月ぐらいにはまた田植え始めるんじゃないですかね。はい、アヒルさんたちが、向こうはカモ、アヒルカモですね。こうやって田んぼを休ませてる間に、ああいうカモとかを、入れて、まあ、いろいろね、自然農法ですね、をやられてます。で、こういうカモをですね、貸す業者さんもあるんですよ。田んぼの人に、オーナーに頼まれて、こういう田んぼ休んでる間にカモを放して、はい、カモこういうところね、田んぼの中、こう、泳ぎ回ったり歩き回ったりすることでね、まあ、田んぼに耕したり、あとは、こういう鳥たちのうんちが肥料になったりするんでね、自然農法で結構バリの方ではやられております。はい、ということで、果樹園通りに合流しました。なんか、休憩用の椅子が置いてある。すごいな。はい、ここもいい雰囲気でね。これをね、左に行きますと、このままずっと道路がどん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 細くなって、ぐるっと U ターンして、昔でいう、サルオーガニックがあった前の道ですね。あちらに出ることができます。ただ、この先かなり道が細いんで、ちょっと注意が必要です。で、ここを右に行きますと、果樹園通りを通って、ライアウブド通りの方に戻ります。今の時間が10時42分。だいたい10分、15分ぐらいでここまで来れますけどね。もうちょっと、のんびり歩いて、30分ぐらいかけてね、のんびり歩いてくるのがいいんじゃないかなと思います。では、これから。はい、スラマッパギー。テレマカス。ココナッツジュースを売るおじさんでした。はい、ということで、果樹園通り歩いて、ライアウブド通りまで戻ります。ここもね、あるんですね。この隣がお宿なんでね、そのお宿で経営しているレストランとかはあるみたいですね。ここの通りはね、もうバイクが通れるんで、結構バイク走ってきますんで、気をつけた方がいいと思います。車はまず入ってこないんですけどね。ここにもビラっていうかお宿がありますね。あ、この先の細い道をずっと行った先ですね。ほんと田んぼの中のお宿。白人さん好きですからね、こういう田んぼの中のお宿って夜になるとほんと静かでね、落ち着くんですけど、まあ夜になったらカエルとか虫とかすごいと思いますよ。やっぱこういう田んぼの中とか自然の中のね、ホテルに泊まりたい、でも虫はいいやっていうね、非常に矛盾されたオーダーをされる方も多いんですけど、ちょっとね、ウブドではね、虫はいいやって言われちゃったら、って感じですね。で、ここね、右に行くとまた細い田んぼのあぜ道になって、ずっと奥の田んぼに行けるんですけど、ここも本当、この先、田んぼしかありませんのでね、はい、こちらが果樹園通りになります。井戸を掘ってるみたい、すごいですね。まあ、原始的っては原始的なんですけど、まあ、エンジン使って掘ってるから、そんな原始的ではないか。結構ね、こうやって井戸掘れちゃうんですよ。なんか僕もね、最初こっちで井戸掘り見てね、びっくりしたんですけど、日本で井戸掘るって言ったらね、すごい大変、そういう重機を持ち出してってことなんですよ。ここ本当に簡単な機械で掘っていくんですよ。はい、なかなか原始的な方法で掘っていきます。バイクが来る。ここにね、スパがあるんですよ。すごいところに。なんかタイマッサージみたいなこともできるみたいですね。結構ここね、急な坂なんですよ。ちょっと下り坂なんですけど、ちょっと怖いですね。下が濡れてたらね、ほんと、滑っちゃう可能性もありますんで、こちら来られる方は十分注意してください。ここが下りってことはね、逆から来たらすんげえ上り坂になりますんで、そこは覚悟していただきたいと思います。はい、坂下り切りました。ここはね、村の集会所なんですね。で、いろんな村の施設もこうちょっと まとまってます。バンジャル・ウブド・カジャっていうね、村になります。ちなみにね、ウブドとかギャニャールの方言で「あー」って文字が「お」って発音するんですね。だからここバンジャル・ウブド・カジャなんですけど、ウブドの人に言わせるとバンジャル・ウブド・カジョっていうんですね。はい、ですのでね、すぐりバー通りもね、すぐりお通りってみたりね、結構、なんか工事やってる。ここもまたこうやって、石板埋めてますね。石板埋めて遊歩道を作ってますね。あそこにドネーションの看板がありますんでね、こうやってこれの道を作る寄付をされた方ですね。こういう寄付をされるとこういうところに石板を残していただけるということですね。あ、そうそう。そういうことでね、ギャニャールなまりです。あーが王になるっていうやつがね。そうなんです。ここがね、ちょっと土で、結構ね、雨降ると水が流れ込んで水たまりになるんですよね。ですごい歩きにくい場所なんですけど、ここにちょっとああいう遊歩道っていうかね、石のプレートを埋めてきれいにしようってことだと思います。よいしょ。こっちはもうかなりきれいになってますね。はい、ここもこうやってすごい歩きやすくなってますね。ちゃんと下に石板で名前を全部入れてます。これもね、先ほどのように寄付をしたら入れてくれると。で、いくら寄付したらいいのかな？さっきね、寄付の一覧ざーっと見たら30万ルピアとか50万ルピアとかね、100万ルピアとかありましたんで、まあそのくらいでやっていただけるのかなと思います。さあ、だいぶカジェン通りも戻ってきてカフェとかが出てくるようになりました。ツーリストもだいぶね歩いてます。ここはウドトゥンガーというバンジャールになりますね。ここお寺ありました。だんだんこうやってお土産屋さんも出てきましたね。ね、あ、ここね、この細い道をずっと歩くと隣の通りですね、大木の横の、末田通りの方に出れるんですね。はい、ということでカジェン通りのお土産屋さんがずらっと並んでおります。あ、絵を売ってる。ね、印刷じゃないですよ。ちゃんとした油絵なんですけどね。こういうの全部売っておりまして。おじさん、こんばんは。おじさん、置物かと思ったらおじさんだった。びっくりした。ここもたくさんお土産物屋売っております。絵がたくさん売られてんだ。ここはヤングアーティストスタイルなのかな。ここはレストランレストランワルンワルンレストラン。ここもこういう小さなワルンで、本当僕ツーリストで来た時はよくね、こういうところのねワルンとかカフェに入ってご飯食べたりしてたんですけどね、やっぱこっちに長く住んじゃうともうちょっともっとドローカーのワルンに行くようになっちゃうんですけどね、うん、やっぱツーリストの方はこういう観光地のワルンレストランがいいんじゃないですかね、衛生的にも。ここはスパがあります。スパっていうかマッサージ屋さんがあります。まだね、お昼前なんで、そんなに観光客は出てないですね。やっぱ観光客の皆さん、夕方から涼しくなるんでね、それからわっと出てくるんで、今はまだそんなに出ていない感じです。はい、この通りもね、ここ、まっすぐ行くと末田通りに出ます。末田通りは先日ちょっと動画で紹介しました王宮の横の通りになります。あららら、この道車入ってきちゃった。さっきのねバンジャーの集会場のとあたりまでは一応車で行けるんですけどね、ただ途中工事してたから実際は行けないな。どうだろう、工事する手前に駐車場があったんで、そこまでは行くのかな。ほんとバリでよく見かけるお土産屋さん、ね、なんかここ作ってますね。何作るんだろう。結構大きな規模で作ってますね。レストランか何かだと思います。まだ閉まってるお土産屋さんもありますね。はい、ということでカジェン通りも終わり、ラヤウブド通りに戻ってきましたので、今回のお散歩は以上となります。はい、ということでね、プリルキ山美術館の横の細い道を入って田んぼの中を通ってカジェン通りを下って、ラヤウブド通りまで帰ってきましたけど、いかがだったでしょうか。この道ね、非常に散歩するのにちょうどいいですしね、今の時間が、約11時ですのでね、今回ちょっと早歩きで30分かかりましたけど、ゆっくり歩いて1時間ぐらいのコースになりますんでね、またこちら来たら歩かれたらどうでしょうか。ただね、途中見てもらった通り、道が悪いところもありますしね、雨とか降ると滑りやすいんで、サンダルとかじゃなくて、ちゃんとした靴、もしくはかかとストラップ付きのサンダルでね歩かれたらいいと思います。それからね、やっぱ寒気といえども結構汗かきますんで、そういうお水とかタオルとかは忘れないようにしてください。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かった、役に立ったということでしたらグッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をお願いいたします。X や、Facebook、SNS で最新情報もアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。